二子玉川ライズ、二子玉川ライズは、東京都世田谷区玉川で行われた、再開発で生まれた、新しい町。再開発組合の施行で、約11.2ヘクタールの開発事業地に、東急グループのショッピングセンター、オフィスビル、バスターミナル、タワーマンションなど、集合住宅のほか、それに連続し、世田谷区によって、約6.3ヘクタールの二子玉川公園も、 整備された。1969年に二子玉川駅西口に高島屋が出店し、玉川高島屋 SC が誕生すると、その影響から東口側は活気が失われていった。そこで活気を取り戻そうと1982年6月、二子玉川東地区で再開発を考える会が発足する。考える会は都市再開発に 実績のあった RIA に声をかけ、世田谷区とも調整を図りながら、玉川と武蔵野大地が削り取られてできた、貸し眼球が広がる立地ならではの眺望を生かそうと、事業全体の開発コンセプトを都市から自然へに定め計画を練り上げた。当初の計画では、オフィスと商業施設だけを建設する予定だった。これは二子玉川は渋谷まで十五分という好立地にあり、 事業として成り立つという判断からだった。しかし1991年に施設計画原案が完成した頃にバブル景気が崩壊し、オフィス、商業施設案は暗章に乗り上げた。このため、準備組合と RIA を中心に計画の見直しを進め、バブル崩壊後もオフィス需要と比べ住宅地としての二子玉川の人気は衰えが少なかったことを踏まえ、 三外区に千戸程度の分譲住宅を設けることで関係者が合意に達した。二子玉川ライズは二子玉川園の閉鎖後に暫定設置された二子玉川タイムスパーク跡地などに整備されたもので東西に大きく三つの外区があり中央の外区を第二期に回し開発が着手され2010年に三外区の住宅ゾーンが完成。 翌年春に駅近くの商業施設がオープンして、第1期が完成し、3月19日に待ち開きした。それから4年後の2015年、新営外区に5階建ての低層棟と30階建ての高層棟が完成し、検討開始から33年を経て全体が完成を迎えた。事業地は、生端の駅周辺から、二子玉川公園や玉川まで、 リボンストリートと呼ぶ一本の歩道が貫かれている。事業を2期に分けていった理由は、事業の長期化から途中で亡くなった知見者も少なくなかったため、知見者の負担を少しでも軽くしようと、住宅や商業施設を先に完成させる方法を取ったからである。これによって、知見者は第一期で完成した住宅に早期に移り住むことができた。総事業費は、 1> 第1期が1029億1700万円、第2期が411億3940万円だった。外部認証として、二子玉川東大日区第一種子が地、再開発事業において、ジャヘプ認証制度の最高ランクを受けている。二子玉川津田屋家電二子玉川ライズプラザモール、二子玉川エクセルホテル東急玉川側から、オフィス棟の二子玉川ライズオフィス、 カレリア、商業施設の二子玉川ライズショッピングセンター及び二子玉川ライズオークモールがある。商業施設の入る低層棟とオフィスとホテルが入る高層棟の二棟が位置する。低層棟2階にリボンストリートとつながる中央広場を置き3.45階レベルにビオトープや菜園が3カ所に配置されている。カルチワコンビニエンスクラブ運営の家電店、ツタヤ家電。 いつこむスタジオホール109シネマズ二子玉川等がある。高層を旨ありがとうございます。